岡田、ジャクソンのスクリーンを使ってダジンスキーの手に当たりました。岡田のスリーポイント、ファイト決まりました。今日はアルクス岡田選手、数字を少し上げていきたいですよね。細川の体に当たりましたが岡田が持っていく。もう出だしから全開ですね岡田選手。すぐさま出てきた小西、逆サイドに振って岡田、シュートウェイから中に入る、ジャクソンだ、強烈片手でダンク。ジョーンズ、岡田、ここはどうするか。ジョーンズに出した。そうですね、この合わせうまいですね。もう全てのオフェンスポジションで岡田選手絡んでますからね。そうですね、佐々木と岡田のマッチアップ。岡田、逆サイドに送る、ワイドオープン、ライトのフリ ー、非常に起点になっているのが岡田選手ですね。さあ第1クォーターをどう終えていくのか。メイテン、あ、決めきれません。ロングスロー、おー入りました、ブザービーター半沢。おー、それは超ロングスロー、うそー。タイマー用事がちょっとないのでわからないですけど、僕の肌感、よいしょ。うわ、もうジャクソン選手前半で恐らく、あ、1クォーターで4本5本ぐらい取ってるんで、そうですよね。あ、ジャクソン決めました。これね、ハンナリーズの、ね、今季のホットラインになりそうですね。岡田選手非常にドリブルが上手いんでね、パスもできますしスコアもできますし、非常にオールラウンダーなんですけど、少し迷いを与えようということだと思います。佐々木のスリー来ません。攻防激しくなっている。岡田からジャクソンだ、素晴らしい。もう岡田選手も5ぐらい、そうですね、あのリバウンドもやっぱ取られてたケースもありましたし、はい、さっきのタイムアウトだけど一緒のプレーですね。ステイシー・デイビス、そして2分の2でそのフォーメーションで決めきるチームワーク、ベンチワーク、素晴らしいですね。ディフェンス敷いたんだと思います。メイテンのミドルが落ちる、ゴール下の奪い合いになる。ここはジャクソン強かった。また岡田に出ました。ジャクソンがもう手を挙げて走っている。そのジャクソンにボールが通る。いや、決めました。いい、やっぱりジャクソン選手大きいですね。岡田、ジャクソン、ジャクソン速い、ジョーンズ、ナイスパス、速いパス回しからポジションは京都です。岡田、前が空いている。うまい、ジョーンズ決めました。綺麗ですね、やはりこういうとこ、こういうとこ、こういうとこで繋いでいけばこの20点少しずつ、あ、ナイスです、縮まっていきますよ。ここ取り返したぞ、ステイシー・デイビス、クラークとマッチアップだ。あ、素晴らしい、決めました。これが抜け出した時に誰がそのワイドオープンのスリーポイントを決めていくか。競り合いから決めました、ラシ、いいですね、ステイシー・デイビス。